キッズゲームス。え、ここどこ？クモリン、やっと起きた。ここはワンピースの世界だよ。ニャンニスト、この世界で隠れてるワンピースのキャラクターを見つけて、この図鑑を埋めるんだ。楽しそう。リンさんさん、図鑑の半分埋まってるのはなぜなぜ？クモリンを案内できるように少しやってみたんだ。なるほどね。海に落ちたりもしたけど、こうやって上がって、よし、ルフィだ、かっこいい。こんな難しいアスレチックも、おいしょおいしょ、よっと、クリア。ロフラミンゴだ。こんな感じで隠れてるキャラを見つけるんだ。オッケー、よーし、僕も見つけるぞ。僕たちが図鑑コンプリートできるように、いいねで応援してね。作って書いて投稿すると、いいねやコメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキッズ。あそこの海、怪しいかも。あれ、行き止まりかな。洞窟発見。行き止まりみたいだね。いや、こっちから行けるかも。あれは波だ。この調子でどんどん見つけるぞ。じゃあ次はあの柱がいっぱい並んでるところ、行ってみない？オッケー。すごく高いね。ここは任せて、僕最強だから。あ、見て、指さしてる人がいるけど、あそこから登るのかな。よし、行くぞ。くもりん、ジャンプ。あー、惜しい。もう一回、くもりん、ジャンプ。くもりん、ジャンプ。もうダメかも、難しいよ。本当に難しそうだね。一回僕もやってみるね。おいしょおいしょと、うわ、難しいね。よーし、バナナを食べて気合い入れるぞ。うん、もももももももん、くもりんジャンプ、くもりんジャンプ。さすがくもりん、この調子で登りきっちゃおう。任せて、くもりんジャンプ。はしごを登って、え、ここって行けるのかな。きっとあの猫のところに行けばいいんだよ。ほいさん、いやー、落ちてない。透明な床があったみたいだね。びっくりした。でもここを上がってクリア。すごく大変だったけど、なんとかクリアできたね。くもりん天才です。次はどこ探しに行こっか。あそこの町に行ってみたい。オッケー、町が見えてきたよ。早速入ってみよう。ここは海軍の町みたいだね。あれ、なんか人影が見えたような。クモリンの見間違いだよ。チョッパー、やったー。クモリンの目はごまかせないよ。この調子でどんどん見つけよう。どっちに行こう。うむむ、右だ。本当に？きっとここの隙間に。って、あれ？それならこっちは、あれね、誰もいないよ。まあそういう時もあるよ。図鑑埋まったら、おやつのバナナが待ってるから、元気出して。バナナ、よーし、くもりん頑張るぞ。それじゃあ今度は坂道登ってみよう。はーい、バナナ、バナナ。やる気を出してくれたならいっか。扉が開いてるよ。塔に入れそうだね。ほんとだ、入っちゃおう。不気味なはしごがあるよ。慎重に登っちゃえ。おりゃ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 。ちょっとくもりん、もっと慎重に行かないと。ってなんか人影が。うそっぷら、わーい。やっぱりクモリンの目に黒いはないね。あれ、なんか桜が見えてきたよ。すごく綺麗だね。お花見といったらやっぱりバナナだよね。クモリンは花より団子だね。あれ、誰かいる。
これで残るはあと一人になったね。ついにあと一人だ。早く図鑑を埋めてバナナいっぱい食べるぞ。最後の一人はどこいるかな。クモリン、あそこの雲の上って言ったっけ。言ってないかも。ということは最後の一人はあそこにいる可能性が高いね。なるほど。早速行ってみよっか。えほ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 、よし着いた。それじゃあここは雲にちなんでクモリンが行きます。順調そうだね。ほんほん、落ちちゃった。もう一回だ。おりゃよっと。この調子でクリアだ。えわー、えおー、この雲消えちゃうみたいだね。注意しながら行かないと。なかなか難しいですな。慎重にクモリンジャンプ。ここは時間差で足場がなくなるみたいだね。今だ。おりゃおりゃクリア。ナイスクモリン。最後の一人はエネルコ。これで図鑑コンプリートだ。全部見つかってよかったね。よし、おやつのバナナ100本食べるぞ。おやつのバナナは1本ずつしかないよ。そうだ、みんなも図鑑コンプリートしてみてね。今日は小人になって巨人とかくれんぼをして遊んでいくよ。かくれんぼ楽しそう。見つからないように頑張ろうね。うん、巨人には負けないぞ。それじゃあゲームスタート。やるぞやるぞやるぞ。あれが巨人だよ。あの人に見つからなければいいんだね。そう、でももし見つかっても倒されなければ平気だよ。え、巨人って攻撃してくるの？物を投げたり踏みつけたりしてくるんだ。そんなの僕の知ってるかくれんぼじゃない。だから隠れたり逃げたりを繰り返さないといけないんだよ。なるほど、意外と面白そうかも。うん、これは何？それはジャンプ台だよ。これがあれば高いところにも隠れられるね。どこに隠れようかな。全然こっち見てないから隠れるなら今だよ。あ、誰か捕まった。もう残り半分しかない。こっち近づいてきた。この隠し扉から移動しよう。これ便利だね。こっち来てる。踏みつぶされちゃったね。悔しい。もう一回やる。わー、来てる。今だ、逃げろ。余裕余裕。いや、バレてるよ。ここから移動しちゃうもんね。うまく逃げられたね。もうバレた。逃げられない。またやられちゃった。あんなすぐにバレるなんてね。悔しい。僕がお手本を見せてあげるよ。うん、お願いします。見ててね。絶対に最後まで逃げ切るから。学校の教室みたい。サンさんはどこに隠れるの？机の下とかいいかも。ここならもし巨人が来ても逃げやすそう。あ、もう一人やられちゃった。この巨人強いかも。あ、あそこに隠し扉あるよ。嘘、巨人の近くに来ちゃった。ひとまずここに隠れよう。危なかったね。でもここ絶対見つからないでしょ。いい場所だけど同じとこにずっといるのは危ないんだよ。そうなの？もしバレたら逃げれないからね。隙を見てあっちに移動しよう。今だ！ダッシュダッシュ！こっち来てるよ！うそー！これじゃあお手本じゃないじゃん。もう一回だけやらせて。次こそはお手本を見せるから。しょうがないな。よーし、今度こそ。なにここ？ここは棚があって扉がいっぱいあるんだ。じゃあいろんなところに隠れられそうだね。巨人が
でも一回使った扉は少し時間が経たないと使えないんだよね。なんですと？ここは巨人が来たら移動作戦を実行しよう。どんな作戦なの？巨人が目の前に来るギリギリで扉から逃げる。名前のまんまだね。って言ってる間に残り3人になっちゃってるよ。残り1分切ってるし、このまま逃げ切るぞ。サンさん頑張れ。やばい、バレた。ギリギリセーフ。次当てられたらピンチかも。逃げて。ここまで来たら絶対逃げ切ってやる。あ、隠れて。もういける。5、4、3、2、1。やったー。すごい、サンさん巨人に勝っちゃったね。勝ててよかったよ。僕も最後まで逃げ切ってやるぞ。クモリン頑張れ。隠れるぞ。ちょっと待って、今回クモリンが巨人だよ。あ、本当だ、僕大きくなってる。どうしたの。僕が全員見つけて倒してやる。クモリンが悪者っぽくなっちゃったよ。え、うまっ。よし、次次、隠れても無駄だぞ。ここだ。次々に倒していってる。これで残り2人だ。見つけたぞ。ちょこまかしないで。うまく扉から逃げれたね。さんさん、どっちの応援してんの。ごめんごめん、もらった。クモリン巨人がうますぎない。最後の1人だ。あっという間に終わっちゃった。あれ？もう終わったの？やったー！クモリン天才でーす！僕、巨人だと最強だねー！今なら巨人側やったから、うまく隠れられるかもよ！確かに！よーし、行くぞー！巨人はどこだー？この辺にいれば絶対見つからないよ！ちょっと危なくない？大丈夫大丈夫！あんなに高いと見えてないよ。いややられるのかい。よし、今日も遊んでいくよ。はいはい、鬼ごっこやりたい。賛成。鬼はクモリンだ。逃げろ。待て待て、絶対にタッチされないぞ。クモリン、先生、クモリンが。ってクモリン、どうしよう。とりあえず病院に連れて行こう。今日は検査のために入院することになったみたい。検査ってことは倒れた原因がまだわからないんだね。そうみたい。今日は安静にって言ってたから、僕たちはもう帰ろっか。うん、くもりん、お大事にね。くもりん、また明日来るね。くもりん、よくなってるかな。まあ、お見舞いのバナナ見せたらすぐ元気になるよ。そうだよね。あれ、誰もいない。患者さんや受付の人もいないよ。誰かいませんか。反応ないみたい。何があったんだろう。入院してるくもりんは大丈夫かな。とりあえず、何が起きたか調べながらくもりんのところに向かおう。誰もいないね。あれ、今誰か通ったような。もしかして病院の人かな。すいません。あれ、誰もいない。もしかしてお化け。そんなわけないよ。とりあえず次は2階に行ってみよう。あ、クモリじゃなくて青鬼だ。なんでクモリが青鬼に。追いかけてきた。逃げろ。なんとか逃げ切れた。なんで青鬼になっちゃったんだろう。僕たちが帰った後に何かあったのかな。クモリンが青鬼に変わっちゃってるなら何とかしないとだね。みんな、クモリンを助けるためにいいねで応援して。まずは
クモリンがいた病室を調べてみよう。すみません、誰かいませんか。え、あれ、クモリン。ということはさっき見た青鬼はクモリンに似てただけってことだね。クモリンが無事でよかった。この声はクモリン、もう体は大丈夫？なんとか。あ、そうだ、大変なことが起きたんだよ。朝寝てる時に急に苦しくなって、気がついたら目の前に僕に似た青鬼がいたんだ。そしたら周りの人みんな逃げちゃったんだけど、僕は急に眠たくなっちゃって。なるほど、みんな青鬼から逃げたから誰もいなかったんだね。もしかして青鬼が現れたのって昨日クモリンが倒れたのと関係あるかな。クモリン、検査して何か分かったことある？そういえばお医者さんが何か分かったって言って慌ててた気がする。じゃあまずはそのお医者さんを探さないとね。病院を探索しよう。青鬼に見つからないように移動しないとね。あれ何やってるのかな。壁を壊してるみたいだけど、でも今のうちにこっそり通れそうだよ。青鬼の後ろ通るの？今はそれしかなさそうだね。静かに移動しようね。クモリン、今日何も食べてないからお腹鳴っちゃった。逃げろ。もう追っては来てないみたいだね。僕に似た青鬼に追いかけられるのってなんか変な感じ。二人とも見て、はしごだ。どこに続いてるんだろう。お医者さんが避難してるかもしれないし、降りてみよう。そうだね。よいしょよいしょ。何ここ。研究室みたいだね。あそこに誰かいるよ。あ、僕を検査してくれたお医者さんだよ。早速話を聞いてみよう。青鬼が現れた原因が分かったよ。ニャンネスト、青バナナっていうのがあって、それを食べると自分に似た青鬼が体から生まれるんだって。そういえば昨日食べたバナナ青かったよ。クモリン、バナナが青かったら普通食べないよ。バナナ博士として青いバナナなんて珍しいもの味見しないと。それより青鬼をなんとかする方法はあるの？お医者さんが作ったこの薬を青鬼に注射すれば青鬼退治できるんだね。それじゃあ早速青鬼退治をしに行こう。青鬼どこに行ったんだろう。もしかして病院の外に出たのかな。おい青鬼くもりん、戻ってこい。本当に戻ってきた。でもちょうどよかった、この注射器を。危ない危ない。あんな凶暴な青鬼にどうやって薬を注射するの。壁を壊すほど強いし、近づいただけで危ないよ。あ、そうだ、プリル、今日クモリに持ってきたバナナあるよね。バナナあるけど、どうかしたの。あの青鬼がクモリから生まれたならバナナが好きだと思うんだよね。だからバナナを使って隙を作れると思うんだ。なるほど、試す価値はありそうだね。それじゃあこのバナナを。それは食いついたよ。今のユンさんだ。そりゃ動かなくなったね。薬が効いたのかな。見て、青鬼の様子が消えちゃった。ということは青鬼退治成功だ。やった、これで解決だね。ただ実現する。病院も元通りになったみたい。クモリンも元気になってよかった。元気になったことだし、バナナ食べようっと。あれ、手に持ってるバナナの色おかしくない？青色だね。ほんとだ、これがきっと青鬼が生まれる青バナナだよ。でももしかしたらただ青いだけのバナナかも。だとしても危ないから食べないで。そうだ、みんな食べちゃダメだよ。天気のいい日のお散歩は気持ちいいね。そうだね。何これ、大きな装置だ。見てみよう。石化装置？人の名前を呼びながらボタンを押すと石になるよって書いてある。何それ怖ねえ。
の触っちゃダメだよ。でもなんでこんなところに置いてあ、我慢できない。さんさん、石になーに。うわーさんさん、あれ本当に石になっちゃった。ちょっとくもりん、どうするの。だって本当になると思わなかったんだもん。うーん、さんさん戻ってきて。うー、体が重くて動かないよ。あれ、今さんさんが喋ったような。なんとか声は出せるみたい。それで一つ思い出したことがあるんだけど。なに前に図書館で石化を直す方法っていう本があった気が。本当？それじゃあ図書館に行ってその本を探してみようか。なあちゃん、サンさんが元に戻れるようにいいねを押してね。あ、見つけた。きっとこの本だよ。特別アイテムは石化モドールって言うんだね。地図が挟まってる。これを頼りに行けばいいんだね。サンさんを直すためにやるぞやるぞやるぞ。カサキツゲンス着いた。山登りの試練をクリアせよって書いてある。なんだ、ただでアイテムもらえないのか。頑張ってクリアしよう。制限時間はたったの10秒。うそ、こんなに大きい山なのに。もうこうなったら気合いでなんとか。えいえいえいや、あれ、こっち登れない。うわ、こっちも無理。残り3、2、1、0。ダメだ、全然登れてないじゃん。じゃあプリルやってみてよ。いいよ、私に任せて。よーい、ドン。よい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 。え、待って、ここからどうやって登るの。3、2、1、0。いけると思ったんだけどな。こっちは違う。じゃあこっち側は。あ、これは水が流れてる。これなら流れに乗って上にスイスイ進めるよ。確かに、これでもう一回やってみよう。スイスイスイ、もう少し。ゴール、やった、上まで来れたよ。何が出るかな。腐った肉。せっかくここまで来たのにそれだけ。ここは外れの山だったみたいだね。しょうがない、次行こうか。今度は砂の山だ。正解の扉を探してアイテムゲットだって。扉なんてどこにもないよ。あれ、本当だ。あ、ツルハシがあるよ。プリルナイス。ホリホリホリ。あ、何かあったの。ここのブロックを壊したら砂がたくさん落ちてきた。なるほど、そうやって見つけるのか。え、どういうこと。今クモリンがやったみたいにどんどん砂を崩して隠れた扉を見つけるんだよ。なるほど。じゃあどんどん崩していこう。もう壁ばっかり。本当に扉なんてあるの。ほりほり。あ、見つけた。え、あったの。早速入ってみよう。テスト3つ、どれかが正解ってことかな。じゃあこれ、イエー、こっちだ。オーマイガー、じゃあ残ったこれだ。やった、ダイヤだ。これで帰れる。石化モドールを探しに来たんでしょ。これは大変そうだね。試練内容は敵を倒しながら頂上を目指せ。おー、行くぞ。早速敵が来たよ。おにぎりにゃん。いいね、くもりん。こんなの余裕余裕。敵来たかな。後ろからなんてずるいよ。えい、うわー、熱い。足元には気をつけてね。えい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 、やっと頂点だ。特別アイテム石化モドールゲットだぜ。早くサンさんのところに持っていこう。カサキツゲンス、サンさん、石化モドール持ってきたよ。それじゃあ上からバシャーっと行くよ。お願いします。直れ直れ直れ。あ、動けるようになってる。戻った。いつものサンさんだ。やったやった。ありがとう。どういたしまして。くもりん、もう
変なものを勝手に触ってダメだよ。はい、これでゆっくり遊べるね。そうだね。何して遊ぶ？石像ごっこ。何が一番動かないでいられるか勝負するんだ。勝った人にはさっき取ってきた腐った肉をプレゼントします。そんなのいらないわ。そうだ、レシー、そっちは触っちゃダメだよ。うん、こんな夜遅くに誰だろう。トリックアトリート、かぼちゃのお化け。トリックアトリート、お菓子をよこせ。お菓子今は持ってないよ。お前許さない、いたずらしてやる。カボラーカボラーカボチャーナー。やめてよ。おはよう、サンサン。おはよう。君の名前は？え、僕のこと忘れちゃった？クモリンだよ。ずっと仲良しだったでしょ？親友じゃん。僕とクモリンが親友？こんなのサンサンじゃない。なんとかしてこのサンサンを元に戻さないと。みんなサンサンが元に戻るようにいいねで応援して。早くなんとかしなきゃ。アブラカタブラ。チチン。何してるの、くもりん。もう、どうしたらいいの。やっほー、二人とも。あ、ビービー、いいところに。ビービー、あれ、サンサンどうしたの。サンサンの記憶がなくなっちゃったの。え、記憶が。直し方とか知らない。直し方か。あ、このマーク。なんかわかった。かぼちゃのマークがついてる。なんでかぼちゃ。これはかぼちゃお化けの仕業だよ。ハロウィンの時、家にお菓子をもらいに行くんだけど、もらえないといたずらしちゃうんだ。いたずら？包帯でぐるぐる巻きにされたり、サンサンみたいに記憶を消されるいたずらだな。僕の記憶？それって直せるの？直せるよ。かぼちゃお化けの屋敷に行って、お菓子をあげるともらえる記憶戻るって、記憶は戻るはずだよ。バナナ美味しい。それ僕のバナナ。そしたら僕の作ったクッキーにしよう。おいしそう。お前にはあげねえよ。ケチ。とにかく早くかぼちゃ屋敷に行ってサンサンを元に戻そう。そうだね。みんなサンサンが元に戻るようにいいねで応援して。ここだよ。頑張っていくぞ。これは迷路かな。なんだ、簡単そうじゃん。行き止まり？こっちはさっき来たような。全部ガラスブロックだからどこが道なのか分かりづらいね。もうこの迷路やだ。わーい、わーい、ゴールできた。あれ、サンサン早っ。もう着いちゃったの？あ、待って、僕たちまだ。急いでサンサンに合流しなきゃ。ここをこう行って、まだスタート地点にいるじゃねえか。サンサン早く早く。やだ、危ない、絶対危ないよ、行きたくない。困ったな。あ、そうだ、僕と手をつないで一緒に渡るのはどう。クモリンに任せるのはちょっと不安だから僕がリードするよ。何でスト？行くよ。えい、着いた。一緒に渡れば怖くない。次に進もう。わあ、カボチャがいっぱい。偽物カボチャを探せだって。偽物カボチャ？全部同じに見えるよ。鬼ごっこ鬼ごっこ。あ、ちょっと。記憶なくなったサンサンはクモリンよりやばいな。それより早く偽物カボチャを探さないと。どこにあるのかな。あ、これじゃない。本当だ、これだけお顔がついてる。見つけたのはいいけど、この後どうすれば。偽物カボチャ見っけ。おい、もっと慎重に。って、あれ、なんか下に空洞が。
すごいすごい、僕天才。もしかしてかぼちゃお化けのお部屋かな。そうかも、行ってみよう。レッツゴー。あ、かぼちゃお化け発見。お前たち何しに来た。サンサンの記憶を返せ。いやだ、お菓子くれなかった嫌いなやつ。バナナあげるから戻して。バナナいらない。おい、かぼちゃお化けにはお菓子だって言ってんだろ。なんですと。かぼちゃお化けさん、このクッキーで許してくれないかな。クッキー、お菓子くれる、お前いいやつ。その代わりにサンサンを直して。わかった、いいやつの言うこと聞く。記憶戻る、これ飲めば直せる。やったー、帰ってサンサンに飲んでもらおう。マイクサンサン、これ飲んで。ジュースジュース、いただきます。あれ、僕は確か。サンサン、記憶戻った。一応確認してみよう。僕たちの名前はクモリンと BB でしょ。うん、大丈夫みたい。え、どういうこと。かぼちゃお化けのいたずらでさっきまで記憶がなくなってたんだよ。それを僕たちが直したんだ。そうだったんだ。二人とも助けてくれてありがとう。どういたしまして。サンサンが元に戻ってよかったっていうお友達はいいねを押してね。他にもやってほしいことがあったら LINE で教えてね。じゃあサンサンも元に戻ったことだし、みんなの家を回ってバナナもらってこようっと。そんなにバナナもらってどうするの。バナナの家を作って暮らす。そんなことできるか。そうだ。